だぐらい出とったのに、あ、あ、なんかさ、髪の毛がもう崩れてる。こっちはまあまあ、三つ編みって難しいよね。テロップ書くの忘れてた。鼻かゆい。はい。髪の毛ボサボサ。ボサボサ。これどうやってやるんだったっけ。ねえ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 、え、びっくりした。あ、五条先生だ。励ましボイス、いただきます。こんばんは、みんな。あ、こんばんは、お越しください。ちょ、痛い、爪が。ゲピー美人。なんか目に入った、今。この色の血色マスクめっちゃ可愛くない？これ結構前に、まだコロナが全然流行っててマスクも全然なかった時に、どうしてもマスクが欲しくて、でも高いじゃん普通にお店で買ったら。だから9店で探してあったから買いました。めっちゃ可愛いけどちょっとでかいんだよね。もうこれぐらいだとまだ許容範囲。そう、ちょっと薄いピンクみたいな、なんていうの、ちょおしゃれなピンク紫寄りのピンクみたいな、なんかさ派手な色もらったんだけどつけにくくてアヒルみたいになっちゃうから、あれはあれでお家で使わせていただいてます。なんで、うま、あー苦ちょい苦め。これなんかオレンジ色の血色マスクをファンの方からいただいて、なんか最近さ、いろんな人がつけてるそのメイクがつきにくいタイプの、なんかここに韓国マスクって言ったらいいんかな、ここがまっすぐになってて、その上にこのマスクのこの布が
あるみたいな、ここにまっすぐのやつがなんかあるみたいな、なんかそれがオレンジ色、明るいオレンジ色みたいなやつのをいただいたんだけどまさにそのなんかアヒルのくちばしみたいな感じになるんよ。形も形やし色も色だからそう、立体のやつで、明るいオレンジだからすごいなんだ、まあ、目立つっていうのもあるし、服が合わせにくいから、あのお家で使わせていただいてます。あ、でも一回お外で使ったよ。あの何の時だっけな、なんか写真送った時あったよね。何の時かちょっと忘れたけど、なんかあの、はい、そうです。あ、そう、ペンギンみたいになる、アヒルとかペンギンよりの。スイちゃんの声が好きです。嬉しい、ありがとうございます最近はかすれてて、逆にそれがいい感じに聞こえてんのかも、みんなに眠りを誘うボイスです。ありがとうございます。でもなんかそういうマスクとかってさ、日用品、あ、消耗品とかってさ、やっぱ毎日使うから、別にコロナじゃなくても私結構毎日使ってる人だからマジで嬉しい。そう、勝手にウィスパーボイスになる。ウィスパーっていうかもうハスキーほぼハスキなんか今日さ、面白い夢を見て、この昼寝の間に、なんか私の最近大好きな YouTuber さんが一緒にいて、私と動画を撮ってて、なぜか私も YouTuber になってて、その動画撮ってて、なんかファンの人からあのプレゼントをいただきましたみたいな、そういう開封動画みたいなのを撮っててで、なんかその場には4人いたんだけど、3人分しかプレゼントがなくて、しかもその1個がめっちゃ高級なブランド品のバッグだったの。で、なんかあとの2個はもうなんかちょっと夢だから覚えてないんだけど、なんかちょっとまあとなんかブランド品とかではなくてで、私がめっちゃそのブランド品になぜか興奮してて、え、すごいみたいなで、なんかもう絶対にこれは私のものだからみたいな言ってる夢を見たブランド品、ま、マジで興味ないんだけど私人からしかもらったことない、あの誕生日プレゼントとかでその化粧品のブランドをもらったりとか、そういうのしかないから、マジで自分でブランド品買わないんだよね。ブランドに興味がない、本当に。でもなぜか夢の中ではめっちゃブランド品をもうこうしてた、離さなかった、うん、不思議だよねどういう夢だったんだって感じやけど意外と興味あるんかなってか、意外とさ、そのもらったりしたらさ、やっぱ興味出てくんのかな、そういうのって。なんか今ってさ、まあ普通にブランドもんってやっぱ高いじゃん、他のようにに比べたら。だからまあやっぱ自分で買えるほどの値段じゃないなっていうのもあるしさ、なんかそういうので興味がないだけなのかもな、だけなのかな
でも興味ない人は興味ないか。あったらだって頑張ってお金貯めて買ったりしてるよね。なんか化粧品とかだったらまあ、あここのめっちゃ発色いいし、いやでも高いしなーとか思うけど、マジのそのなんか、まあ、バッグだったりとかのブランドは本当に興味がない。まあ可愛いなとかはあんま思ったことないけど、なんか人が持ってて、ああれあそこのなんだめっちゃ可愛いみたいなのはあるけど、自分も欲しいはなんないな。別に、安いのでいいやってなる。貧乏症なのかな。ケチなんかな。ケチではないか。なんかでもそれだったらもっとちょっと高め、いつもより言ってる高め、いつも言ってるのよりも高めのエステとかに行きたい。なんか自分磨きに使いたい。そのブランド品とか買うんだったら自分で。セリーヌのバッグ、めちゃめちゃ興味ないな。なんか誕生日プレゼントに妹に財布を買ってもらったんですよ。今年じゃなくて去年だった気がするんだけど、なんか去年財布をもう長財布をずっと持ってたんですけど、そろそろねやっぱ大人にもなるし、コンパクトになるべく済ませたい。長財布だとさ、どうしてもバッグをそのために大きくしないといけないから、今までなんかちょっと不便だったから、こういうちっちゃいバッグにもスポッて入るようなやつが欲しくて、妹がそれだったら誕生日プレゼントに買ってあげるから、なんかこう自分の好きなブランドみたいなないのみたいに言われたから、でもマジでブランドに興味がなくて、いや別にデザインとか何でも、別シンプルだったら何でもいいわみたいな感じだったのね私が。結局妹が、あこれいいんじゃないみたいな感じのやつで選んでもらった、あこれいいねいいねおしゃれじゃんみたいな感じで買ってもらったんだけど、なんかで周りはさ、えあそこのこれめっちゃ可愛いみたいな言っててさ、逆私がおかしいのかなって思い始めたんだよね最近。なんかめっちゃみんなブランドに詳しくて、あそこのあれめっちゃいいよねみたいな言ってて、でも私その話に全然ついていけなくて、ブランド興味ないし、なんか私がおかしいのかなって思い始めた最近。そういうもん？でも興味ないものは興味ないもんな。うん、なんか人からもらったものとかはありがたいなって思うし、めちゃめちゃ大事にするけど、自分で買おうとは思わないなって感じ。なんかそれだったら別に自分磨きのために、まあ、美容室行ったりだとか、そのエステだったりとか、まあ、まつげパーマだったりとか、なんかそういうので使いたいなって感じ。いつまでも綺麗でいたいじゃん。歳はどんどん取っていくけど若返っていきたいじゃん。老いを感じたくないじゃん、なるべくさ。うわ老けたなとか思いたくないじゃん。そうそう、
わかる、ブランド品より美味しい食べ物食べに行きたい。なんかちょっとこう特別な日に食べる焼肉とかさ、あるじゃん、普段はあんま食べれないけどちょっとお高めの焼肉とか、そういうのがいい。高級品よりご飯。可愛くな、食い地張ってるやつみたい。ユッケとか食べてたい。なんか高い焼肉屋さんとかやとやっぱそういう生肉とかも扱ってるやん、ユッケとか食べたい。食い地張ってる。何も可愛くないんだけど。ただの食い地張ってるやつみたい。え、分かる、前もさ山形牛のユッケ時頼んでたじゃん。でまたな、頼みたいなって思ったの。でもさすがにちょっと高いしね、あの6パックとかも5パックとかいろいろあるけど、3パックで5000円ぐらいやったっけな、ちょっと覚えてないけど、なんかそれぐらいないよ、高いよやっぱり。だからさすがにちょっとそんな贅沢はできんなと思って諦めた。サイトすら開いてないけど。今貯金を頑張ってるから。ユッケもらえるイベントやっと欲しいよな。ユッケを欲しい。美味しいもの食べて生きてたい、常に。でも今月お給料入ってきて、まずはじめにお母さんにフライパンセットを買ってあげることが、はい、一つの目標というか、目標というか決めたことです、自分で。なんかずっとお母さん今年誕生日とか母の日とか何もしてあげてないから、フライパンをねあげようって言ってたじゃん。でもあっこから結構時間が経って、全く私がもうフライパンはマジどうしようってめちゃめちゃ悩んで、まだ決めれてなくて。でなんかファンの方が結構いろいろ送ってくれてて、28センチのフライパンセットはなかなかないんですよ。なんか20センチと26センチとかしかないから、28センチのやつが欲しくて、なるべくねもう一気にまとめてこう家族に作れるようなやつがいいんだけど、なかなか28センチのセットがなくて、でやっぱ28センチを探してるとめちゃめちゃ高額になっちゃったりとかもあるわけよ。なんか1万超えてたりとか、なるべく1万円以内で収めたいなと思ってて、IH ですね、私の実家は IH だから、だから IH 用を、まあ、両方対応してた方がその今後もし実家が引っ越すってなった時が便利だから、両方対応してた方がいいんだけど、まあそう多分引っ越しの予定もないと思うから IH 用で探してたんだけど、なんかめちゃめちゃあんまりなくてね、そのセットが28センチの。だからでもなんかもうやっぱこの間も帰った時、10月じゃなくて9月に帰ってた時さ、なんか餃子とか作ってくれたんだけど、やっぱもうフライパンがね、やっぱコーティングが剥がれてきたりしてて、やっぱひっついちゃうのね。でせっかく綺麗に置いてた餃子もちょっとこうベチャってなっちゃったりして、うまくいけばめっちゃ綺麗に焼けるんだけど、そういう感じになっちゃうから、ちょっと早めに送ってあげないとなということで、来月は一番最初にフライパンを購入したいと思います。
なんで来月も多分節約生活になるかな。なるべく無駄なもんは買わないと。だから来月はそうね、まつげパーマも行かないといけないってなるからちょっと大変。言ってもらえ、まあまあまあ5000円するかしないかぐらい。あ、確かに。でも来月とかになったらなんかセールとかなるかな。なんかドンキもさ、それセットあるじゃん、 いっぱい売ってあるからドンキって。だからまあ近所のドンキとか見に行ったんだけど、やっぱ 20と26のセットしかなくて、28は別になんか単品であげてもいいんだけど、28 なんか単品であげるのってなんかさちょっとね特別感ないというか。だったらセットであげた方がいい。でもまあセットであげたらあげたで結構置く場所に困っちゃいそうな気もするけどね、いっぱいあるから。こんばんは。アマゾン、あ、てかそうじゃん、この1万円もらったやつで買おっかな。だったらアマゾンでね、これでなんかワイは今見とったやつが7300円ぐらいのやつ、なんか6点セットぐらいのやつ、5点6点セットぐらいのやつが28センチともう一個フライパンとなんか温めるやつとなんか鍋の、鍋じゃない蓋とかのやつついてて7000円ぐらいだったの。だから3000円ぐらい残るじゃん、2000円なんぼぐらい。それで自分使って、これはお母さんに使おうかなね。そうしよう。わ、ありがとうございます、アマゾンギフトありがとうございます、助かるマジ助かる。ずっと何に使おうかなって考えてて、1万円分も使ったことないから、アマギフマジで何に使おうかなと思ってて、特になんか買いたいものもないし、わどうしようって思ってたからちょうどいいわ。 ありがたいわマジで、よかった。ゲーム頑張って。そうしよう。これは親に使います。アマギフ。ありがたやマジで。いや、いつもお世話になってるしね。帰った時とかも絶対に私の食べたいご飯とか作ってくれるんで、何が食べたいっていつも言って、なんかこうお仕事終わりとかに買ってきてくれるんで、その材料をねわざわざ。なんで日頃の感謝を込めてフライパンをお母さんに買いたいと思います、このもらった甘ギフで。ありがとうございます、本当に立てまつっとこ、これ大事な甘ギフ。アマゾン、料理はめちゃめちゃうまいよお母さんは。親
親孝行できる女の子のこと本当に尊敬するし大好き。いや親孝行なのかな、どうなんだろう。親孝行か、まあでもやっと一人暮らししてやっとなんだろうな、やっぱお母さんって偉大だなって思うようになったから、一人暮らしをさせてくれたお母さんに感謝だなって思う毎回。で多分2000円何歩ぐらいは残るから、それは私がなんか買う時のために残しとこうかなと思います。なんかねどっかに入れてたんだよね、あこれだ、りーちゃんくらいの年齢だと親に甘えてる子がほとんどだし、それはまだ苦労してないから仕方ないかな。そうなのかな、甘えてる子が多い、そんなイメージ全然なかった割には。みんなはみんななりに頑張ってんじゃない、ちょっと他の人がどういうあれとかは全然わかんないけど、その人にはその人なりの頑張りというかあるんじゃないかな多分。まあまあまあいろんな人がいますからね。シュナイデルのマスクなんすか、高そうこれ。おお菓子ありがとう。お菓子とね、なんだっけ、棺とね、タワー系とね、あともう一個なんだったっけな、はポイントに入るらしい。ハロウィンの、あハロウィンの文字、あとハッピーハロウィンって文字、お化けとコウモリはあのハロウィンポイントに入んないんだって。ご注意ください皆さん。そう対象外のもあるらしい、ややこしいよね。ハロウィンのスタンプっていうかアイテムだから全部ありにしてほしいよね。頭痛い。今100均にいるけど発火だけのサクマドロップス、え？マジ？100均行こう明日。どうせ買わないかもあるしね。メラミンスポンジとあと何やったっけな、なんか100均で買わないかんと思ってたの。メラミンスポンジ
ポンジだけやったから。ダイソー？普通にダイソー？ダイソーでいい？ダイソー、ダイソーで見てみようじゃ。疲れた。もう最近はずっと舞台の練習だからさ。なんかどっと疲れるというか、終わった後なぜか金曜日だけ自己 PR のやつなんだけど、ちょこちょこ、え？今やる？みたいな授業が入ってる。喉は今日は痛くない、かすれてはいるけど痛くない。多分その昨日だっけ、昨日はめちゃめちゃ叫ぶシーンを何回もやられたからっていうのがあると思う。練習でね。今年めっちゃ乾燥するし、雨少ないから空気悪いな。雨ね、確かにあんま降らないよね。なんか雨マークでさあ、降りそうやなって思ってても、なんか霧みたいな、こうさーっていう雨しか降らないじゃん。だからなんか全然よろしくない。明日はカンカン照りですよ。晴れ晴れ晴れ、ずっと晴れ。雨降ったらまあ寒くなるけどね、この時期は特に。2日って新劇場1周年やないって、11月2日だったっけ。ちょっと前髪長いな、切ろっかな今日。なんかいい感じではあるけど、もうちょっと短くなりたい。ほんとちょっと、ほんとちょっと、今ちょうどいい感じに並んでんだけど、もうちょっと切りたい。こけら落とし11月2日とかやったっけ。全然覚えてない。そうなんだ。劇場がじゃあ一切。すごい。
すごいとか言って、わあホエイさん、なんだそれ、猫、化け猫タワーありがとう。ホエイさん化け猫タワーありがとう。かゆいな、首がかゆいな。ありがとうございます。去年のこけら落とし発表でね、規制配信画面が難しい。え、なんかやったっけ、もうマジで記憶にない。配信画面、あ、目が痛い。ででででで。今はしてるから買いんかもしれん。確定申告の書き方を教えてください。え、もうそんな時期、早くない？去年は全シングルやって、今年はレッド&パープル公演。あ、11月2日がってことね。びっくりした。くしゃみ出そうで出らんな今。めっちゃこれキャップ外れるんやけど。むずむずする。ルルルルルルン。めっちゃ後頭部やった、ごめん。うん、むずい。オッケー、つむじやったな、後頭部じゃなかった、ごめん。ありがとうタワー。正義のヒーローみたいになってる。ありがとうございます。こうしたらでもめっちゃ茶色になるよ、どうしても白飛びするから。でも
前よりはちょっとだけ明るめにしてもらった。てかマジでハイトーンにしたい。一回ブリーチして、もうブリーチしたい。不満とかポイント、マジレンジャーではないね、魔法使い的な。かわいいやろ。ハロウィン楽しみ。何もしないけどコスプレぐらい。ん？何がチャレンジあれば？何の話？チャレンジできればやってほしい。ああ、ハイトーンってことな。やりたいやりたい、全然やりたい。なんかでも似合うんかなって正直思うよね。配信31日です、ハロウィンの日。それあのあれが終わってからする、オンライン握手会の振り替えが終わってから。だから夜ちょっと遅くな、遅くってか夕方に多分その握手会の振り替えがあって、で多分 2,3 人ぐらいしか来ないから、来ないってか 2,3 人ぐらい不具合があったから、多分それぐらい、すぐ終わるっちゃ終わるんだと思うんだよね多分。アニメ系のコスプレ私物自分で持ってるのってことか。持ってるよ、あのプレゼントでいただいたりとかもしたんで、自分で買ったものもあるし、こういう いや、コスプレはもう決まりました。明日届きます。なんかでもそのハイトーンにするんだったら髪の毛を切りたい、せめて外羽が可愛くなるぐらい。でもね、私多分ね髪の毛短いのあんま似合わないんだよね、長い方が。なんか今までさ、そのまあ調整っていうか微調整的な感じでさ結構切ってきたけどさ、なんかあんまりあんまりミディアムぐらいの髪の毛あんま似合わないんだよ。本当にショートは初期ぐらいにしかしたことないんだけど、入ってすぐぐらいの時ね。まあ、中学生だったからっていうのはあるんだけどね。いや、うん、過去はどうだ、ちょっと分かんない。でもまあ一回切りたいな。でも切ったら切ったでな、地毛が伸びるまで、伸ばしたいと思った時地毛が伸びるまで待っとかないといけないじゃん。
その時エクステとかつけてもいいけど、てかエクステつけたい一回、これ長さ胸下ぐらいまでの髪の毛にしたい。今ちょうど胸上ぐらいだから、あとこれぐらい伸ばしたい。でもエクステってさ、あのお風呂とか大変って言うじゃん。なんか迷ってんだよね。今日さ、めちゃめちゃお肉が食べたい気分なの。ハンバーグとかで、冷凍庫にハンバーグがあるから、それをチンしたいんだけどさ、でもね、今日までのお魚が冷蔵庫にあるの。今日はお魚だ。つら。お肉食べたい、ハンバーグ食べたい、つらすぎる。消費期限今日までなんだよね、あの白身魚。なん両方も食えるわけねえだろ。てててて、頑張って食べるぞご飯。何食べんのみんなは。トントロめっちゃ胃もたれしそう。ありがとういっぱい。夜ご飯って迷うよね。その日の気分で決めるけど、本当に何でもいい時はマジで何しようってめっちゃ迷う。早く野菜安くなんないかな。鍋食べたい。
肉まんで済ませたの絶対お腹すくじゃん。それ肉まん一つだけとか無理だな。ほほほほほ、いや、ハムのまんまだ高い、永遠に高い。早く安くなって美味しいわ。白菜めっちゃ高いから。さすがにさ、一人だからさ、あの一玉はさ買わないけど、半分でもやっぱり高いから。まだカットされてるやつも高いよ、普通に高い。ミルフィーユ鍋食べたい。レタスはだってそんなにさ、あれじゃん、サラダとかにしか使わないじゃん、レタスって。あんまりなんか、まあチャーハンとかそういうのにしか使わない。ミルフィーユ鍋何で食べたっけ。ワイポン酢で食べた。それこそはちょっとだけ白だしと水加えて入れてグツグツ煮込んだ。そんなになんか、なんだろう、なんだ、普通の鍋みたいにさ、その具が浸かるまで入れるやつじゃないから、ほんとちょっとぐらい、ちょっと下が浸かるぐらいでいいんだよ。白菜まあでもやっぱポン酢につけるから、なんか白だしは別に入れなくてもいいかなって感じではあったよ。でも私さ、白だしの味めっちゃ好きなので、だしでさ本当は食べたいのポン酢じゃなくて。ポン酢もやっぱあっさりしてて美味しいけど、でもなんかだしの作り方わかんなくて、あのなんかあるじゃん、しゃぶしゃぶ屋さんとかに行くとさ、だしで食べるやつあるじゃん。あのだしってめちゃめちゃ美味しいけど、何で作ってるのかわかんなくて多分白だしだけじゃないと思うんだよね。そういうので食べたいけど、なんか白だしだけだとさ、たこ焼きと一緒になっちゃうから、たこ焼きもね、ばいだしにつけて食べるんだけど、いつもソースとかじゃなくて。昆布とか削り削り節か。あっさり食べたいよね、鍋ってね。なんかごまだれとかはさ好きなんだけどさ、ちょっと重くなってくるじゃん、だんだん。あっさり食べたい、なるべく。
たけはあれに入れたらめっちゃ美味しい、茶碗蒸し。おい、茶碗蒸しさ、ちっちゃい頃っていうか昔苦手で、食べなかったのね。まあお寿司屋さんとか行っても絶対食べないし、そもそもエビとかが入ってるからお寿司屋さんの。お母さんが茶碗蒸し作るの得意だから、お母さんの作ったやつも食べないだったの、前まで。でもこの間久々に帰った時にお母さんが茶碗蒸し作ってくれて、でなんかその妹の友達もその時来てて、結構ね、結構な頻度で妹の友達来るんよ。もうなんかなんて言ったらいいん、ほんと家族の一員みたいな感じやから。休みの日結構一緒に妹と過ごしてることが多いから。でなんか妹の友達は割と食の好みが似てて、エビとかそういうイカとかはあんまりこう生で食べるのは好きじゃない。フライとかだったら食べれるんだけど、生で食べるのが好きじゃないから、なんかその妹の友達のリクエストで餅とか、あと椎茸、ほうれん草とかを入れてお母さんが作ってくれたのね、この間。で食べたらめちゃんこ美味しくてめっちゃ食べた、あの時。マジ美味しかった。あ、そう、鶏肉も入ってた。鶏肉、椎茸の、椎茸をさ、普通に乾燥椎茸を、なんかこう乾燥椎茸から出汁を取って、その出汁とあれ卵を混ぜながら作るんだけど、まあもうめちゃめちゃ美味しい。椎茸めちゃめちゃ美味しかった椎茸は昔で食べれないものが多くて、昔は椎茸とかやっぱちょっと癖があるじゃん、キノコ類って。椎茸とかあんまりそのまんまっていうか食べるの嫌いだったんだけど、食べれるようになった。めっちゃ美味しかった。椎茸は傘、いや乾燥だから傘しかないやつだった。マジで美味しいよ。ちゃんと作ってくれるからね。マジで美味しかった。また食べたい。でもいつでも作ってやるよって言われた。意外と茶碗蒸しとほうれん草って合う。てかほうれん草って何でもうまい何に入れてもうまい。いや、銀杏とかそんななんか癖のある食べ物はマジで入ってない。もうお子様でも食べれるような餅と鶏肉と椎茸とほうれん草だけ。マジで美味しかった。また食べたいな。お店とかで茶碗蒸し頼むとやっぱ海鮮って絶対に入ってるじゃん、エビとかイカとか。だから食べれないんだよね、生のやつ好きじゃないからさ。餅の入ってる茶碗蒸しは別に変わんないよ、普通の茶碗蒸しと。ただ餅が入ってるってだけ餅は普通とかじゃない、特有とか博多限定とかじゃないよ、普通に入ってない。ただうちで作ったから好きな具材を入れてお母さんが作ってくれただけ。
でも普通に餅美味しかった。あれ朝倉の蒸し雑煮一回食べに見てって、え雑煮蒸してるってこと、え次前髪が、えってかもう1時間なったくない多分、あなってるわ、そろそろ終わろう。いや餅はなんて言うんだ、こう一番そこにやっぱ入ってて、餅があの硬いまま入れるの、餅って切ってその白玉ぐらいの4等分ぐらいしたらたさ四角いこうキャラメル的な感じのやつが4つできるじゃん。それをあの一番下に入れて、そっからまあ卵とかを入れてったりして、具材を他にバンバンバンって入れてって、あの餅が一番煮えるように蒸すときに、いやまあちょっとそこに餅がひっついちゃうんだけど、ちょっとだけでもマジでめちゃんこ美味しい。あのほんと白玉ぐらいのあの大きさになる、これぐらいの餅がめっちゃ美味しかった。2個、2、3個入ってた餅。餅美味しいよ。でも茶碗蒸し作る工程をさ、その作ってもらってた時は見てなかったんだけど、その次の日もね帰るってなった時もあの作ってくれて、あのか椎茸が余ってたから余った具材で作ってくれて、でなんかめちゃめちゃ何回もこう卵を移し替えて泡取ってまた移し替えて泡取ってみたいなの何回もやってて、5、6回ぐらい。意外と簡単、その作り始めたら簡単なんだけど、やっぱ工程が結構大変なんやなって思った。でお母さんってマジですごいのが自己流なんよ、全部。その茶碗蒸しとかも誰かに教えてもらったとか、なんか最初はやっぱそのクックパッドとかそういうのでなんか分量とかだけ見るんだって、そのこれがこれでこれがどれぐらいでとか。でもその後はもう全部自己流なんよ、だからマジすげえなーと思ってね、本当にすごいわ、マジで尊敬する。私もそんなお母さんになろう。子供の要望に応えれるお母さんになるわ、頑張って。いやお母さんね、別になんかおばあちゃんに教えてもらったとかないんよ、全部自分でやったんだって。あでも慣れてきたらっていうか、一番最初に分量だけ見て、あとはもう全部あれよ、後々その後々作るってなったら全部目分量やけど、最初だけどれぐらいいるかとか見とかんと、失敗したらちょっと嫌じゃん最初茶碗蒸しワイも作りたいな。でもあれはちょっと難しそうだった。なんかやり始めたら簡単だよって言ってた。と思う。振り返ったで。うん？ちょっどういうこと？わからんわ。ララララララ終わるかな。お腹すいたし、お風呂にも入りたい。
温まりたい早く。まつげがそろそろ下がってきた。まだちょっと上がってはいるけど、ちょっとずつ下がってきた。たらー出た声。今日はフィッシュを食べます。そうそう、お母さんって意外とね、考えながら作ってないんだよね。もうなんか全部自分で工程を覚えてるだけって感じやから、これの作り方教えてって言ったら、なんか工程じゃなくて調味料だけ送られてくる。例えば唐揚げの作り方教えてって聞いたら、醤油と塩とニンニクとみたいな。ええそういうことじゃなくてみたいな感じ。でもその通りってか、その通りの調味料入れてこう揉んで片栗粉入れて揚げたら、その通りの味が作れた。天才じゃない。唐揚げ久しく作ってないな。てか揚げ物は全然作ってない。めんどくさくて油が。そろそろ作んなきゃな。唐揚げ食べたいな。めんどくさいんだよね、でも揚げ物すると。とてもとてもめんどくさいね。揚げ物めんどくさい。なんか油はそんな頻繁に買えなくていいからさ、いいんだけど、めんどくさいよねって。後処理もめんどくさい。その油がちょっと古くなってきて、あそろそろ変えようかなってなった時はめんどくさい。固めないといけないしさ、その固めた後さ、フライ返しとかでさ、こううんってやって塊を、まあ、まずビニール袋に入れて捨てて、そのうんってした後にさ、フライ返しとかを洗う時がめっちゃズルズルになるのね。あーやだわーって毎回思う。でもあれ固まってるの 見るのめっちゃおもろいよ。てか綺麗にこう全部ベコンってこう外れた時が気持ちいい、あれ。そう、毎回あの100均に売ってあるあの固めるやつをね、こうバーって油に流して固めてんだけど、固まったやつろうそくとして再利用とか危なすぎやろ。油やよあれ。ろうそくはろうやから、あれ油だから全部燃えちゃうよ。多分ろうそくみたいにこうちょっとずつ減っていくとかじゃなくて、全部燃える、ボン、火事になっちゃう。でもろうそくっぽいよね、あのなんかちょっと溶けたろうそく、柔らかいろうそくみたいな。はい、ということで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。長時間見てくださり、ちょっとずらしたい。これまた明日も配信したいと思います。ぜひ見に来てくれると嬉しいです。金曜日はちょっと放課後練習に行くんで、あの学校のね、あの金曜日はいつもより時間ちょっと遅くなると思います。まあでも6時までには絶対に終わらなきゃいけないんで、多分7時とか6時45分とか、あの電車の時間によるけど、乗れたら6時45分とかそんな時間とかにやるんじゃないかなと思います。
あ、すごい頭が今ボワーンってしてる。気持ち悪い。治ってないね。長時間見すぎかな、画面グワーンってする。これ光が強いっていうのもあるんだよこれ。今見たらハロウィンイベントのポイントが8万超えてて、え、すごっ、ありがとうございます皆さんすごくない、こんな短時間で8万もいってんだって。もうえ、だって最近まで5000ポイントとかだったよ。まだ8万、ありがとうございます当日までに20万ポイント達成できるように頑張ります。20万ポイントいったらなんか豪華なフルーツが食べれる券がもらえるみたいなんで頑張りたいと思います。梨が食べたい、梨が。今年梨一回も食べてないから梨食べたい。お腹すいた。頑張ります。では皆さんランキング読みます13位立花隼人さん、12位中野の健二さん、11位みゃおいさん、10位としぼうさん、9位クロスオーバーさん、8位鈴友たんたんさん、7位宮直さん、6位せりちゃんうどんさん、5位いけぽんさん、4位まいこちゃん、3位かみさん、2位ちゃかさん、そして1位がほえさんでした。ありがとうございます。その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さんもありがとうございました。ハロウィン当日まで残りあと4日ぐらいか、あいた、あと4日、今日入れてあと4日、みんなで頑張って梨をゲットしよう。梨のシーズン最後って、この梨食べたい。私一回も梨食べられてない。はい、ということでありがとうございました。また明日も配信します。バイバイ。